さて B フラットから倍音を説明するとちょっと面倒くさいので、C からドの音から倍音を説明すると、下のドの一つ目の倍音はオクターブ上のド、そしてその上のソドミソ C のフラットド、そういう音が、出ることになっています。じゃあ、今度はドレミファソラシドってどうやってできてるのって話をしたいと思います。じゃあまず最初にみんなに覚えてほしいのは、ドレミファソラシドは前前半前前前半の7音の音階ですよってことを覚えましょう。もう一回言いますよ。前前半前前前半の7音の音階です。じゃあサクソフォンで、ドレミファソラシドはどうなってるのかちょっと調べてみましょう。ドの時に、ここまで塞がっています。ドレドレで穴が1個開くように見えるんだけど、その下のこの C シャープの穴、ここまでが有効管が、ここまでの管が振動しているのがレで、ここまでになりますので穴2個分進んだって考えます。で今度はレミっていう時に、このレのシャープミのフラットの穴も数えて2個分進んだって数えます。穴1個が半音ということです。ミファミファが穴1個です。ファソファソがちゃんと2個分進んでますね。穴1個が半音、穴2個が全音ということです。このソラソラの場所もこの G シャープ G シャープの穴も加えるので穴2個です。らしいらしいのところは明らかに2個進んでます。シドシドのところは1個、だからさっき言った全全半全全全半と穴の数は一致してるっていうことですね。これ意外と知らない人多いんですよ。フルートもサクソフォンも、いろんな管楽器の穴の開け方というのは、全前半全前前半の通りに穴を開けてあるということです。じゃあ一個ずつ進んだらどうなるの？こういうのを半音階と言います。半音は1オクターブの間に12個並んでいます。これが半音です。